VR でエロい動画見てた陰キャ。誰もいない教室で VR つけてる。ねえ、なんでこんな朝早いの？ VR で疑似体験してて。疑似体験？教室で女子とそういうことする。リアリティを出すためにわざわざガチの教室で。今そこに女子が一人でいる。4メートル先に。4メートル？遠くない？仮想現実ではよりリアルに近いからね。どういうこと？現実で僕が一人教室にいたら、うん、横には来ない。一理ある。仮想現実ってか。やばい、臨場感パネー。なになに？今隣にいます。臨場感マックス。ここに胸がある。胸が、しかも2つ。2つも？どんな女子なの？めっちゃリアルな70代。おおふ、ばあちゃんリアリティだとすると胸の位置はここだね。あれ、なんでおばあちゃんなんだろう。え、設定変えてみるわ。設定とかおかしいのか。きたきた、フィーバータイム。フィーバータイム。さっきのおばあちゃんより二回り上。フィーバータイム。ロースペックじゃないこの VR。 リアルな110歳。臨場感パネー。臨場感パネーよ。あ、ちょっと若くなったわ。あ、よかったよかった。ここに胸がある。胸が、しかも2つある。2つも。上がってきた。上がってきたってテンションが。僕の股間。あ、股間か。この触り心地、両方とも D はあるね。 3D なのに 2D ってか。おい、何してる。え、あ、勉強してました。あ、その持ってるものなんだ。うん、これつけると目の前に計算問題とか出てきて集中できるんで。そうだね。2つ胸があるとか叫んでなかったか。え、おお、円の計算か。オフ 2πr。 1乗なのに2乗ってか。うん、上がってきたって声も聞こえたけど、あれは、うん、これ映像でジェットコースター体験もできるんだ。急上昇、急降下。そうか。まあ学校始まったらしまったけよ。じゃあ先生戻るから。入った。やる、続ける。うん、でもこれ終わった後毎回もう捨てようかなってなるんだよね。うん、なんで。だって本当はここに胸なんてないんだよ。豊富無駄し虚無感ってやつか。うわ、来た来た来た。マジかよ、女子来た。おはよう、ミカ、おはよう。ね、来た、来たよ。来たね。声もリアル。本物だからね。ここに、胸が2つある。おい、マジか。何あいつ。あれ、ちゃんと見てる？お、みんな見てるよ。やっぱ VR って、浮遊感すごい。あ、浮いてるからね、今も。みんな見てたね。ちょっと、もう女子とは関われないか。サイバーの世界へ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。